しまったもの。 いいかね。ちっ、くそが。あ？その通りだ。 Huh?
おいおい、
と。そうだね。行きたまえ。ほら。
ほら。空気が乱れる。君というやつは。いいかね。この通りだ。やんのかこれ。いいかね。おう、なるほど。いいか。だこれ。ざけんなこれ。君というやつは。上等だ。やんのかこれ。ざけんなこれ。大和田君。だこれ。学ランを脱いでもいいんだぞ。今なら笑うだけで許してやろう。人の心配より自分の心配したらどうだ。顔が真っ赤じゃねえか。温泉の猿かてめえは。顔が赤いのは生まれつきだ。痩せ我慢してんじゃねえ。痩せ我慢だと。僕はまだまだ余裕だよ。鍋焼きうどんでも食べたいくらいだ。諦めはら。ほだ。てめえこそ。のれつが待ってねえぞ。まあ、何を言う。僕はまだまだ余裕だよ。正直に寒くなってきてるくらいや。やべえじゃねえかそれ。勝負に引き分けなど存在しない。勝つか負けるか、それだけが大事なのか。てめえ言ったな。言っちゃったな。上等だ。地獄の果てまで付き合ってはんよ。おう、わからないから生きているのです。
からこそ必死こいて生きているのです。兄弟、そうだろう、そうだろう。だこら、いいか。なるほど。いた。本当にいた。さあ、苗木くん、声をかけなさい。は？ちょっと、大声出さないでよ。早く声かけなさいって。話しかけたいなら、深尾さんが。私が声かけたら、私が邪魔したみたいになるでしょ。言わせるな。
そうかも。ドキピラーン。ニョホホホホ。そう、ねえ、そう、それは違うわ。それは、そう、じゃあね。となりますが、その前にお前ら生徒諸君は至急体育館までお集まりください。エマージェンシー、エマージェンシーさて。なんなの？
それは、あれ？確かに。なんと！もしかすると。オカルト話じゃねえぞ。もしかすると。リアルな話。それで、はにゃにゃ、お願い、しょぼーん、今日は黒い気分。あのね。いいかね。いいか。ドキドキ。手にしているこの封筒の中にはお前らのそんなマル秘な情報が入っています。今から配りますのでさっさとご覧になってください。なんと、この通りだ。テンション下がるな。
野さん。ねえ。聞きたまえ。いいかね。そうだろう、そうだろう。成長せよ。私。ほう。ふりふり。まったく。さこれ。これ。僕にもさっぱりなんだ。行間を読んでくれたまえよ。おはようございます。うぷぷぷぷ。
もしや。決まりだ。なるほど。Yeah.